ちょっとプラスな修学旅行広島編。広島というと平和記念学習などの修学旅行のプログラムが用意されているかと思います。原爆ドームや原爆の日、そして平和記念公園などは鉄板コースとなっていると思われます。そこからプラスワンで行くと面白いところがあったりもします。面白いとは言っても平和学習のプラスワンになるようなところとなっています。森病院の近くになります。原爆ドームの方は行かれるとは思いますが、そこから少し東手の方に行き、すぐの交差点を右に行くと上空600メートルで爆発したところがあります。ちょうど爆心地となります。空を見上げてみると青い空が浮かんでいたり、黒い雲が浮かんでいたりもします。その近くの川で人が並んでいて、水をくれ水をくれなどと言っていたそうです。そして市電の線路沿いにも横たわった人が一日は寝ていたそうです。その翌日にはなかったと証言もされています。今は亡くなった方、原爆で亡くなった方の名前を検索して探すこともできるようになったりする平和追悼記念館も平和記念公園の近くに作られてもいます。そして一周して反対側に渡ると広島市民球場の跡地があり、今ではマルシェをやっていたりサッカー場なども建設されています。そして夜は美味しいお好み焼き、偏屈屋やあのあたり面白い居酒屋があったりもします。スタンドビール重富で飲んで1次会2次会3次会と楽しむのも広島の街の醍醐味です。そして宮島の方に行くと美味しい牡蠣も食べることができますよ。アナゴ料理だったりも食べれます。よく行く水産会社のところはまた動画を上げますので、ぜひ見てみてください。広島のちょっとしたプラスワンの修学旅行、大人も楽しめるところかと思います。森内科など行ってみてください。そして元安川には川巡りをして広島の街を楽しむこともできたりします。ご視聴ありがとうございました。